おはようございます。フォルテです。シャキーン。本日は、ディン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 、シャキーン。もしもし、はい、フォルテマザーです。の携帯が見つかりまっちょ。というわけで早速、僕の映像が見つかりました。フォルテマザーの極秘携帯を入手したのですが、その写真フォルダの中に、フォルテの、何年前かな、これは。2016年7月29日23時56分夜中ですね。夜中の映像を入手しました。弾いてました、フォルテが。しかもフルで。その曲は、ショパンエチュード10の8です。トゥルルトゥル、タタ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 タンチャン、チャチャチャン、チャチャチャン、チャンチャンチャン、チャチャチャン、チャンチャン、チャンチャンって言ったら感じの可愛い曲なんですけどもね。その曲を挑戦してる時の映像が見つかりました。で、この曲は学校の試験で、まあ他にももう一曲別の曲弾いたんですけども、まあショパンエチュードも課題だったので、これを弾きました。そんな感じの曲です。それでは早速、聴いていきたいなと思いまっちょ。今回も同じく実況ですね。行きましょう。イヤホン。ギュッ。シャキーン。皆さんに注目してほしいのが髪型です。というのも、僕は人生で初めてパーマを当てました。すると、おばちゃんみたいなヘアスタイルになってしまいました。その時のヘアスタイルです。中途半端の長さでパーマを当ててしまい、本当にやばいおばちゃんみたいな髪型になってます。それではやっていきましょう。髪型に注目してくださいね。早い。顔が伸びてきた。髪がおばちゃん。ここね、何回弾いたかいつもわからなくなるんですよ。それ最後の終わり方皆さんどうでしたか？この曲に挑戦したことある方だったらわかると思うんですが、まあかなりね、アルペジオが右手シャ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 って降りてきて、で左手はドゥドゥドゥンパンパーパパンパーパパンっていうね感じの曲なんですけども、まあそれがねかなり左手の付点が甘かったかなと思いました。まあ実際ね、今弾けって言ったら全く弾けないんですよ。挑戦してみましょうか。これから何年間もピアノ弾きました。4年5年ぐらいね弾いて、そこからしっかりピアノ練習しました。でも多分ショパンエチュードは練習しないと弾けないような曲なので多分弾けないんですが、今のフォルテ君ならばすぐ弾けると思うんですよ。じゃあ挑戦しに行きますか。あれから時が経ったフォルテ君、はてはて弾けるのでしょうか。おー、弦が消えましたね。行きましょう。
まあね、過去は弾けたっていうね、過去のね、栄光にすがりながらやっていきたいなと思うんですけども。これ、ここはまだ簡単なんですよ。で、さっき譜点が僕が甘いって言ったのは、ここのね、譜点が甘かったです。でも、なんかちょっと流れてますよね。これが、パパ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 パ結構ね、この曲難しいんですよ。こうなっちゃう。本当に、マジで、偽りなし。なかなか弾けんな。なかなか弾けんな。ちょっとだけでも、1ページだけでも弾けるようにしたいですね。ありがとうございます。フォルテ君はね、過去はこの曲は弾けてました。しかし、普天のリズムが甘かったかなと思います。まあ、これからもう一度ね、やり直して勉強するのかいと聞かれたらね、そんなのめんどくさいからしないんだというわけで答えていきたいなと思いますので、まあ、10の8はこれ限り封印させていただけたらなと思います。お約束ね。というわけでね、先ほどのね、貴重なフォルテマザーのね、iPhone をゲットしたので、あの携帯は使ってないんですよ、もうフォルテマザーは。違う携帯使ってるんですけどもね、あの中にね、たくさんのね、フォルテの演奏が眠ってました。今まで皆さんにも出したことないようなね、ベートーベンの難しい曲とかあったんですけどもね、まあ、今回の動画が好評でしたら、また今後も出していきたいなと思っておりますので、ぜひとも皆様、グッド評価お願いいたしまっちょ。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございまっちょ。フォルテマザーの携帯にも感謝です。それでは、バイバイ。見てくれてありがとね。
よければグッドボタン押してなんならチャンネル登録してねボイマッチョウソマッチョマッチョマッチョマッスルボイマッチョ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 